2009年スケートアメリカは2009の2010年シーズンのフィギュアスケートの国際競技会スケートアメリカで国際スケート連盟主催2009から2010年シーズンのグランプリシリーズの第5戦である。シニアクラスの男女シングル、ペア、アイスダンス競技が2009年11月12日から11月15日にかけてアメリカレイクプラシッドのハーブブルックスアリーナで行われた。 今大会は1ヶ月前に冠スポンサーがつき、大会名にキャンサーネットと冠された。2009から2010年シーズンのグランプリシリーズ全6大会、男女シングル各12名、ペア各8組、アイスダンス各10組の出場選手は2009年、世界フィギュアスケート選手権の成績、 2008から2009年シーズンベストスコアランキング2008から2009年シーズン終了時の ISU フィギュアスケート世界ランキング及び過去の世界選手権の成績に基づき1選手最大2大会まで国際スケート連盟から選手個人に対し招待がなされた。今大会開催国の統括団体であるアメリカスケート協会に対しては今大会の 各種目定員のうち女子と、ペアに、最大二人の出場枠が用意され、アレクシギレッス、ブルック・キャスティル・ベンジャミン・オコルスキー組、アマンダ・エボラ・マークラ・ドーイック組が選出された。招待選手の村高人、クリスティン・フレイザー・イゴールル・カニン組、イザベル・デロベル、オリビエ・シェーンフェルダー組が出場を辞退し、イゴール・マチプラ、中国杯にのみ招待されていた、ウコヨウ、オーアシタ組、 エリック・ボン・パール・ハイにのみ招待されていたぞえ、ブラン・ピエール・ルーブ・ケ・け組が追加招待された。また開催国所属の招待選手、サーシャ・コーエンが出場を辞退したため、アメリカスケート協会に対して出場枠が追加され、エミリー・ヒューズが追加選出された。 h t t p w w w u s f i g u r e s k a t i n g o r g s ラッシュス t ーリ y a s p id イコール43638ありがとうございます。